はい、皆さんこんにちは。腕時計のある人生 RY です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は2021年新作時計、欲しいと思った時計ベスト5、50万円から100万円の部というテーマについてお話ししていこうと思います。今日の内容は、まずはじめに企画のルール、そして続いて欲しいと思った時計ベスト5の50万円から100万円をご紹介させていただいて、最後にまとめというふうになっています。企画のルールなんですけども、前回はですね、50万円以下の欲しいと思った時計ベスト5をご紹介させていただいたので、今回は50万円から100万円で欲しいと思った時計ベスト5を発表させていただこうと思います。ただしですね、数量限定品は除外させていただこうと思いますので、ご了承のほどよろしくお願いします。はい、それではですね、2021年新作時計、欲しいと思った時計ベスト5、50万円から100万円の部いきたいと思います。第5位、チューダーブラックベイセラミックです。はい、スペックはこの通りになっていて、特にね、グッときたところは、あのメタスの認定ですよね。これはもう時計業界をざわつかせたんではないかなと思います。メタスといえばですね、今までこうオメガしか取ってきていなかったわけですよね。といったところで、オメガの独壇場だったわけです。そこにですね、今年になってなんとチューダーがそのメタスの認定を取ってきたというのはね、非常に皆さんも驚いたかと思いますし、私もすごくびっくりしました。というところで、胎児性ですね、15000ガウスっていうですね、今までこうオメガの独壇場だったところをこう切り崩していった。それから日産もですね、0秒からプラス5秒以内に収まっていますし、オーバーホールの周期も10年以内というですね、まあそれはロレックスグループに準じているんですけども、それからパワーリザーブも70時間というところで、もうスペックがね、めちゃくちゃ強化されましたよね。しかもですね、こうセラミックっていうところで強くて軽いといった特徴がありますね。まあ、全体的にですね、このマットなブラック、めちゃくちゃかっこいいなと思いますね。しかもノンデイトっていうのも個人的には嬉しいポイントです。気になるところとしては厚さですよね。14.4mm というところはですね、あのチューダーのペラゴスっていうね、500m 防水のダイバーズウォッチがあるんですけども、あれが 14.3mm ですので、それよりも分厚いっていう風になってしまってるんですよね。まあこれはですね、おいおいと、あのまあブラックベイ58とかですね、薄型の機械でもこのメタス認定を取れるようになっていったらですね、それこそ驚異的だなと思うんですよね。まあこれはね、メタス認定初号機というところで、この分厚さも仕方がないところもあるのかななんて個人的には思ったりするんですけども、チューダのですね、今後のポテンシャル を垣間見せるのような、あのちょっとね、あの業界をざわつかせた一本かなと個人的には思いました。続いて第4位、オメガスピードマスターキャリバー3861です。はい、スペックはこの通りになっていて、いいと思ったところですね、まあ、ついにですね、高アクシャル化されたというところですよね。スピードマスターね、あの本当にこう伝説的な名機で、それこそね、あの月面着陸に帯同された時計っていうムーンウォッチの愛称で、有名ですけども、そこにね、最新の、高アクシャルが搭載されたっていうところで、これも非常に大きな話題になりましたよね。それでいながら、ルックスはですね、あのこうよりこう復刻感が強まったっていうんですかね、ヴィンテージ感が強まったっていうんですかね、よりこうクラシックに回帰したデザインになったなと、そういったディティールだなと思います。なんですけども、中身は最新っていうね、これ僕のすごく好きなパターンですね。中は最新、外は復刻っていう、これ僕の好きなパターンですね。それからブレスレットの質感とデザインもすごく良くなったなと思うんですよね。それから2つの選択肢っていうのがあります。風防がですね、サファイアガラスで裏付けのバージョンか、風防がですね、ヘサライトっていうプラスチック風防で、裏蓋がソリッドのケースバッグ、この2タイプが選べるっていうのは、これすごく嬉しいポイントだなと思います。やっぱりね、手巻きのクロノグラフってめちゃくちゃムーブメントの造形的にかっこいいんですよね。でそれを見るためにシースルーを選ぶのか、あるいはよりこうクラシカルなプラスチック風防で、ヒストリー感のあるソリッドケースバッグを選ぶか、
これこう皆さんの好みが分かれるところだと思うんですけども、こう選べる楽しみを残してくれたっていうのは嬉しいですよね。ちなみに個人的にはこのソリッドのケースバッグの方を選びたいなというふうに思いました。一方気になるところとしてはこれねやっぱり人気なんでしょうね。ホームページを覗いてみてもですね、現在在庫なしというふうになってました。まあ、なので店頭で見かけた方っていうのは買いのチャンスかもしれないですね。はい、腕時計のある人生とは普段から腕時計のことをとにかく分かりやすくお話ししようというチャンネルです。そして時計プラスアルファの知識も得られるようなチャンネルにしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて第3位、ザ・シチズンメカニカルキャリバー0200です。はい、スペックはこの通りになっていて、いいと思ったところですね、あのもうウェルカムバックと言いますか、シチズンが本格的にこうメカニカルに帰ってきたというですね、その新時代へののろし的なフラッグシップの時計というところですよね。自社一貫の製造で、しかもですねクロノメーター級以上の精度も備えてきています。でムーブメントはですね、あの本当にこうなんて言うんでしょうね、日本の工業美を感じるような、そういったこうシャープで、美しい、そういった仕上げのムーブメントになってきています。これもねあの見てすごく綺麗だったんですよね。綺麗なだけじゃなくて、なんかこうなんて言うんでしょうね、ソリッドな綺麗さっていうんですかね、こうスイスのカビなデザインとは違って、日本のね機械としての美しさ、まあ、そんなものを個人的には感じましたね。それから針とかインデックスとかもね、こう非常にこう立体的でシャープで日本刀を感じるかのような、そういったデザインになってるんですよね。これも本当にめちゃくちゃかっこいいなと思いました。でしかもデザインはですね、今人気のこうラグジュアリースポーツウォッチっぽいケースからこのブレスレットの一体型というふうになってるので、これもまた人気が出るんではないかなと思います。ただし気になるところとしては、防水性が5気圧っていうふうになってたので、その点だけはですね、まあ、もうちょっとこう10気圧とかあったらよりいいパーフェクトだったなと思った次第です。続いて第2位、ロレックスエクスプローラー124270です。はい、スペックはこの通りになっていて、いいと思ったところはですね、36ミリ化されましたよね。先代のエクスプローラーはですね、39ミリだったんですよね。賛否両論あったかと思うんですけども、今回ね、あの36ミリに戻ったっていうのはすごく個人的にも驚きましたし、ウェルカムだなと思いました。それからですね、文字盤もこうグロッシーな光沢感のある文字盤に戻ったんですよね。先代っていうのはマットな質感でした。その辺も僕はあの光沢感のある文字盤すごく好きなのでいいなと思いましたし、中のねムーブメントも最新のものが搭載されて、パワーリザーブが70時間になりました。やっぱりね、あの36ミリ化されたことによって、細腕さんにも似合いやすくなったと思いますし、こうビジネスのシーンでもより使いやすくなったかなと思うんですよね。もともとエクスプローラーはすごくこう万能性のある時計だったと思うんですけども、よりですね万能性が強化されたんではないかなと思います。でロレックスはやっぱり10年に1回のオーバーホールでいいですし、非常にこうシンプルな三振で、あのデート表示すらないので、やっぱりこう維持費っていう面で考えると、お安く済むのがいいのかなと思いました。それからですね、やっぱりこのロレックスの特徴として、新作が登場すると最初のこの平行価格バーンとねめちゃくちゃ高いんですけども、やっぱりね案の定こう今落ち着いてきていますね。今117万円にまで落ちてきたので、あの個人的にはそれはあの嬉しいなと思いました。まあね、私あのサブマリーナ持ってるので、もうあの一ブランド1本っていうルールがあるので、あの買えはしないんですけども、まあ、平行が下がってくるっていうのは、まあ、嬉しいことかなと思いますね。気になるところとしてはエクスプローラーの文字の位置ですかね。今まではこの下の文字盤の下の方ですね、ここにあの私のサブマリーナとかもそうなんですけど、ここにあのモデルの名前があるんですけども、今回はこのロレックスオイスターパーペチュアルの下というね、あの文字盤の上の方に来てしまったので、個人的にはこれは下の方がバランスが良かったのかなというふうに思ったので、そこだけねあの少し気になりました。まあ、それぐらいですね、他に気になるところがないぐらいパーフェクトに近い一本なんではないかなと思います。そしていよいよ第1位、グランドセイコー SBGY007 御神渡りです。
はい、スペックはこのようになっていて、いいと思ったところですね。まあまずね、パッと目を引く文字盤の質感ですよね。これは諏訪湖のですね、冬場にできるこの氷ですね、まあ御神渡りなんて呼ばれていたりしますけども、それをですね文字盤で表現したというふうになってるんですね。それから手巻きのスプリングドライブを搭載しているというところで、文字盤もムーブメントもグランドセイコーならではの唯一無二の存在っていうのがいいなと思います。しかもこの手巻きのスプリングドライブにすることによって、サイズ感がですね 38.5mm、 厚さが 11.2mm ということで、ドレスウォッチとしてですねかなりいいプロポーションに近づいたんではないかなと思います。グランドセイコーの時計っていうと、どうしてもねこう大きくて分厚い時計が多いかなという個人的な印象だったので、この辺のサイズ感っていうのはすごく嬉しかったですね。しかもこの手巻き式のスプリングドライブのルックスもね、すごくこうかっこよくて美しいんですよね。といったところで360度美しい時計になってるかなと思います。一方で気になるところとしては、こう季節が限定されてしまうのかなというところですね。やっぱりこう防水性が日常生活防水であるというところと、あと革ベルトになっているので、秋冬がメインなところなのかなと思いますし、このねやっぱ御神渡り、この氷の膜をイメージしたというところもあって、こうね冬とか寒いシーズンにはもうめちゃくちゃベストマッチするんですけど、夏とかになるとちょっとこうスペック的にもデザイン的にも少しこうつけにくくなってしまうのかなというのがですね、個人的な懸念ではあるんですけども、それをですね打ち消すぐらいすごく魅力的な時計でいいなと思いました。まあ、僕ですね今年の初めに 44GS っていうグランドセイコーの時計買ってるんですけど、その後にこの時計出てきたんですよね。もし僕が 44GS 買えてなかったらですね、まあ、正直この御神渡り買ってたなと思いますね。それぐらいグッときましたし、今年のナンバーワン時計だと個人的には感じました。はい、いかがだったでしょうか。というところで今回は2021年新作時計、欲しいと思った時計ベスト5の50万円から100万円の部門で紹介させていただきました。チューダーブラックベイのセラミックモデル、スピードマスター、ザ・シチズンのキャリバー0200、エクスプローラー1、そしてグランドセイコーの御神渡り、こちらの5本ですね。いかがだったでしょうか。やっぱりこの価格帯、50万円から100万円ぐらいの価格帯って一番美味しいところだと思うんですよね。個人的にはなんかこう、まあ、高いには高いんですけども、高すぎないし、こうなんて言うんでしょうね、スペックとかブランド性とか耐久性とかですね、こういろんなところが一番ちょうどよくまとまっているのがこの価格帯なのかなというふうに思います。まあ、この価格帯はなので、なんて言うんでしょうね、やっぱ各ブランドの売れ線とかエース級の時計が揃ってるなと個人的に思うんですよね。なのですごくこう激戦区でした。なので選ぶのが非常に難しかったんですけども、まあね、どれもすごくいい時計が揃ってるなと思いました。いかがだったですかね。次回はですね、100万円以上で欲しいと思った時計を5本紹介させていただこうと思いますので、また次回もよろしくお願いします。もし今日の内容が面白かった、役に立ったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。